マレア岬は、ギリシャ南部のペロポネソス半島から南に伸びている三つの半島の一つである。マレアス岬とも呼ばれる。交互でカボマリアスと呼ばれることもある。他の二つの半島は、マニ半島とメッシニア半島で、マレア岬は南東に位置し、西のラコニア湾と東のー月海を隔てている。また、マニ半島と共に、ラコニア湾を形成している。 岬と区別するために、半島はその上方にある有名な古代都市にちなんで、エピダブロスリミラ半島と呼ばれることがある。またパン岬に次くギリシャ本土の最南端であり、かつては地中海最大の灯台の一つがあった。三崎のある海域は、難所として悪名高く、航海は、困難がつきまとい、変わりやすい天候と、時折見られる非常に強い嵐に特徴がある。 マレーア岬はラコニア県の地域単位にあり、モネンバシアの自治体は半島全体と東海岸の一部をカバーしている。市町村単位のビオスは半島の西側南端に位置し、半島最大の町ネアポリボヨンがある。半島の西のすぐ近くに長くて明るい色の砂浜で知られるエラホニソス島がある。さらに南にはアプロディテ上陸の地として名高いキティラ島がある。 ヘロドトスによると元来はアルゴリスの領域だったが、後にスパルタがアルゴリスの南部地域やキティラ島と共に奪ってラコニアに編入した。マレア岬は古代では活気のある海上交通路であり、地中海の北東部と西部が交差する主要なルートの一つであった。しかしマレア岬は古くから悪天候で悪名高く、すでにホメロスのジョジシ、 オデュッセイアでマレアミサキの悪天候が語られている。ホメロスは帰国の途上で、オデッセウスとメネラオスが、どのように強風に煽られて、航路から大きく外れ、帰国に多くの年月付きを要したのかを歌っている。オデュッセウスは、マレアミサキを迂回している時に潮流と北風に、捕まり、ロトパゴイの国に流された。メネラオスの戦団は、マレアミサキに差し掛かったところで、 ゼウスが起こした嵐と巨大な波に襲われ、クレタ島及びエジプトに流された。アルゴナウタイもまたマレア岬で強風に襲われて、リビアまで流された。マレア岬の重要性は、ペロポネソス半島を迂回することなく、コリンティアコスワンへの航行を可能にしたコリントス運河の開通により低下した。しかし、コリント運河は幅十一メートル未満の船しか通過できないため、 マレア・ミサキは依然として大量の海上交通がある。第二次世界大戦ではドイツ占領軍は主要な輸送航路の防衛と監視のために軍事等の建設を開始した。しかし1944年に占領が終了したため建設は中止された。ギリシア神話ではマレア・ミサキは神話的な種族が住んだ土地とされる。パウサニアスが引用するピンダロスの詩によると ナイアスの夫シレノスはマレアの山で育った。もっと有名な物語では、ケンタウロス族の賢者ケイロンはマレア岬に居住した。ケンタウロスたちがヘラクレスとの間にトラブルを起こした時、彼らが逃げ込んだのはケイロンの住むマレア岬だった。その後、ケンタウロス族はマレア岬から各地に散ったが、そのうちのいくつかはマレアの山々に逃れた。 マレア岬からエラホニスス島にかけての広範囲に、渡って300万年前の森林が化石化して残っており、特にクリティナ山南西側の斜面はジオパークに指定されている。ありがとうございます。